さあ今回は筑波サーキットです。まあ、前回の動画でね、パワーチェックとかやってたと思うんですけど、 G ホースさんで、そのパワーチェックをしたヤリス、をですね、今回2台用意してあるんですけども、まず一番最初にドノーマルで、基準というかラップタイムをこう出してですね、それに対して今度は、タイヤだけを交換したらどうなるか、でそして、サスペンションとタイヤを交換したらどうなるか、この3パターンで、試してみたいと思います。 GR ヤリスで、筑波サーキットを走るのは僕は初めてなので非常に楽しみです。さあ GR ヤリス、まともにサーキットで乗るの初めてです。今日はね、筑波サーキットにやってきました。普通に土曜日のスポーツ走行です。なのでめちゃくちゃ混んでると思います。とりあえずノーマルのヤリスのインプレッションです。タイヤがボロい。これ車は曲がろうとしてるけど、タイヤがグリップしない。あ、でもね、低回転からモリモリとパワーあるから、ギアは3速で曲がれそうだ。お、いいね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 。むしろね、3速がいいね。なぜならタイヤのグリップはそんなないから、2速だとね、多分ホイールスピンばっかりして辛いんで、しっかり曲げた後に、おお道が足りなくなる。しっかり曲げた後に3速で行った方が、もうね、あんまり踏むとすぐアンダー出ちゃうから、基本我慢が必要だな、タイヤ的に。7秒7がベストですね、今のところね。GR ヤリスのノーマルで、車自体は面白そうなんですよ。こうノーズも入ろうとするし、レスポンスも良くてこう出ようとするんだけど、でこれがね、ちょっとね、しょっぽくてね、車を入ろうとするのに、そこからがピャーっと逃げてったり、アクセル踏んでった時も、道が足りなくなってくるんで、もうちょっとこれがグリップしてくれたらなってことで、 GR ヤリスを買った人は即タイヤ交換をお勧めします。ノーマルタイヤってやっぱりいろんなね、カタログデータだったり、いろんな世の中のルールを、燃費がいくつぐらい、転がり抵抗がいくつぐらいとか、自動車メーカーさん、車を売る側からしたら、いろいろ超えなきゃいけないこのね、ルールがあるだろうから、いかん、ただ単に楽しい方向だけに振ったタイヤをつけれないと思うんだよね。だからもちろんハイグリップタイヤを履いて出したいよっていうところもきっとあると思うんだけど、北から南まで季節を春夏秋冬問わず、老若男女、誰がいつどんな時になってもね、大丈夫なような幅広いことを考えてやってるから、やっぱり僕らみたいなスポーツ性能が、欲しいっていう人は、とっととそういうスポーツタイヤ、ちゃんとした運動靴に履き替えれば、この車の、良さがもっともっと出ると思うんだよね。さあ次はね、ドノーマルのヤリスにタイヤホイールだけが変わりました。タイヤは横浜
アドバン A052、 さっきドノーマルで、タイヤがね2種類あるらしいんだけど、ダンロップの方のドノーマルタイヤ、ミシュランではなくてダンロップの方のドノーマルタイヤで7秒7だったんですけど、これにしたら何秒でしょうね。谷口君の経験からして何秒ぐらいアップするかなっていう予測は、3秒ぐらい上がるんじゃないかな。ってことは4秒7、知らんけど。ノーマルの外径で2ミリ落ちぐらいなんで、要はその、まあ、外径上ほぼ変わらない感じで、で太さは255なんで、ノーマルより30ミリぐらい、まあ、太いんですけど、これでまあね、どのぐらい差が出るかっていう、この辺はまあ、50度40度とかってなっちゃうと微妙なんですけど、まあ大体まあ普通ストリートカーだとかっこよく履けるサイズじゃないかなと思います。さあもうこのコースインの時点でね、断然違う、シャキッともう路面を捉えてます。素晴らしい、グッとね、こう打を切り増ししたところが断然効くもんね。もう全然入る、もう全然楽しい、これはこれはいい。あー、まだ更新してる車がたくさんいる。おー、打が効くよ。絶対引っかかる、これ。どいてどいてどいて、どっちかにどいて、どっちかにどいて、そう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 。おい、どいてどいて、どっちかにどいて、どっちだ、お前が行くな、どっちだ。おお、こっちか。はい、そこシルビア、どきなさい、どきなさい。やべえ、これ見てない、引っかかる、絶対引っかかる。あ、引っかかんなかった。あ、本当に3秒上がった、4秒8。いや、やっぱね、ドノーマルでもタイヤさえ変えれば断然いいよ。さあ今のところですね、ドノーマルから、タイヤだけ変えたんですけど、この後足を変えたらどうなるかチェックしたいと思います。クスコさんのやつは基本的にはそのまだ市販してないやつなんですけれど、スポーツ S っていうモデルをベースに、伸び縮みが調整できる 2way のタイプなんですけど、それをベースに作っていただきました。あのスプリングレートなんかどんな感じですか？ですね、フロントが11キロでリアが14キロですね。後ろはまあ、スプリング別体なんですけれど、まあ、レバー比の関係で内側についてるんでレートがちょっと高めになりますね。クスクさんも、まあ別のモデルでテストされてるみたいで、まあ、その辺のデータを元に作っていただきました。純正からですね、これ50ミリぐらい下がってますね。結構下がってますね。はい、見た目が全然かっこいいですよね。ホイールがもともとその、まあ、足交換する用のサイズじゃない、まあ、ちょっと内側に入るようなサイズだったので、外に出すのにスペーサーが必要だったんです。で、スペーサーを入れると株ボルトが短くて4山ぐらいしかかかんないんですよ。これもともとそのホイールの中にナットが入るタイプなんで、でこういうあと外のテーパーのホイールっていうのは結構その
ボルトが短くない、あ、長くないとダメなんです。これでも急遽ボルトを打ち替えて、長、ちょっと長めのやつで、まあ、あの、どうにかこうにか。ちゃんとそのショックの、まあ、本体とホイールが干渉しないような、まあ、インセットとか、まあ、その辺を、まあ、うまいこと調べてやらないとちょっと痛い目に遭うかもしれないですね。さあ、それでは、今度はですね、足とタイヤとホイール、シートが変わったヤリスで行ってみたいと思います。お、もうね、あの、車高が低い感じが出てます。まあ、あのシートの位置も低いけど、まずはやっぱりこのピッチングとロールの量が少ないんでね。さあ、行ってみます。おお、すぐすぐ、タイヤが温まってなかった。いいね、路面に張り付いてる感じ。おお、滑った。ちょっと内輪スイッチが薄いからケンケンしちゃうかも。おい、どいてどいて。あ、そうそう、ありがとうありがとうありがとう。あ、やべ、次の問題が出てきた。お、みんな避けてくれてありがとう。いける、クリアで。ノーマルから、タイヤだけ変えたのに比べると1秒半以上上がりました。タイヤと足が変わったんですけど、やはりあの車高が下がっているのとタイヤがグリップしているので路面に張り付いている感じで断然いいですね。めちゃくちゃ気持ちいい。さあ、今日の3台というか、まあ、2台の3パターン、乗ってみました。今回ドノーマルが、まあ、あのコミオンの中で、まあ、1分7秒台、そしてタイヤだけ変えて3秒アップの1分3秒台4秒あ4秒台、うん、1分4秒台そして、最後この足を変えたら3秒台 その辺そんな感じの予想でした。まあ、ドノーマルが思ったよりちょっと遅かったな、うん、遅いっていうか、まあ、タイム出なかったなっていうのはある、うんうん、前評判で聞いてた感じだと、うん、まあ、4秒5、まあ、5秒ぐらいかなっていう予想はしてたんだけど、うん、まあ、思ったよりも、まあ、
今日の混みようもあるんで、うん、なんとも。でもね、あれが混んでなかったとしても、うん、4、5秒は見えないですね、今日の感じだと、うん、あのダンロップじゃないんじゃないですか、もしかして。あのミシュランの方なんじゃないですか。もうちょっとパフォーマンスのいい方のダイヤだと思いますね、うん、絶対あっから2秒も3秒も上がらないです、うん、上がってもおそらく7秒前半か入って6秒ケツだと思うんですよね、いくら1周目だとはいえ、うん、なので、まあ、今日の条件なのか、タイヤなのか、分かりませんが、まあ、今日のノーマルでまあそんなところだと思いますけどね、うん、この最後に乗ったやつ3秒1っていうのは非常に速いと思うんですけど、これもね、要は車に慣れてちょっとセッティングしてもう一発やればすぐ2秒台に入っちゃうと思うんですよね、うんうん、もうちょっと気温が下がるとか、うん、車の運動性能よりもタイヤの方がちょっとオーバーグリップしてる感じするんで、うん、まあロスをしてるわけじゃないんですけど、うんうん、そういう意味ではこのドノーマルにタイヤこの05に履いたこの仕様が本日の中ではまあ一番自然なこう車としてのバランスが取れてる感じがしましたね。走るの楽しみたい人たちにはもってこいの車ですね、うん、これ、うん、これをジーホースさんがこれからいろいろそういう人たち、はい、そういう人たちのためにやっていくわけですよね。何するんですか。とりあえず、はい、まずここからこれは LS3 が入ってないんで、うん、まあ、デフを前後入れて、うん、であとまあトランスファーもちょっと等速とそうじゃないのと種類があって、これはリア寄り の、 配分になってるんですけど、ノーマルがそもそもリア寄りなんですよね、うん、そうです、はい、ちょっとだけリア寄りなんで、うん、それをまあ50対50の、トランスファーも試してみたりとか、試してみたい、はい、なんでって聞こうと思ったけど、今から試してみたいわけですね。試してみたい、はい、まあ、一応あるので、はい、この前の、まあ、ダートのインプレの時もちょっと等速の方がいいかなみたいな話もあったんで、うん、ちょっとまあ一応それは入手してあるので、うん、どんどん走ってみたいと思いますが、どの辺ぐらいまでを目指してるんですか。まあ、大体こうサーキットを一生懸命楽しんで走ってる人たちが、うん、まあ、やれるとかできる範囲、うん、みんなやってるぐらいのことで、まあ、踏ん切りしたい、とりあえず、とりあえずってことは、その先があるってこと。その先が、まあ、55秒プロジェクトとかっていうのがあって。なるほど、はい、まあ、そんなわけでね、これから先、まあ、ヤリスという車がね、いろんな車好きの方の、まあ、選択肢の中に入ってきたことは間違いないですね。ということで、次回もお楽しみにしてください。ビデオオプションチャンネルをご覧の皆様、見てね、すぐポチッとこう閉じるんではなくて、チャンネル登録をよろしくお願いします。